ボス DM2W ディレイの技クラフトシリーズですね。2015年に発売をされました技クラフトシリーズとしては、確か3機種目になると思うんですけども、まあ、それまで歪みでブルースドライバーとかスーパーオーバードライブとかの技クラフトっていうのが出て、で3機種目で、まあ、いわゆるレジェンドモデルというか、過去の名機を技クラフトで蘇らせるというその一つの方向性としてターニングポイントになった機種かなと思います。オリジナルの DM2 はですね、1981年から84年までの3年間ぐらいの生産だったんですけども、まあ、非常にそのアナログディレイの名機としてですね、今でも愛用している方も多いですし、人気機種だったんですけども、まあ、それがまあ技クラフトシリーズとして現代に蘇る形でリリースされた非常に人気のある商品になります。まあ、いわゆる BBD 素子を使ったフルアナログ回路、完全なアナログディレイというやつですね。インプレッションはどうでしょうか。まあ、その僕がそのギターを始めた頃にはもう結構あのロングディレイというんですかね、はいはい、あのすごい長いあのディレイがまあそもそもあったんですけど、うんうんうん、前はこのディレイは結構ショートディレイのイメージですよね、はいはいはい、そうですね、はい、であとはあのやっぱり発信させる、うんうんうん、あのことがやっぱり僕としてはあの一番おいしいところかなと思うんですよね。はい、アナログディレイなので音としてはやっぱりこうとにかくマイルドなディレイ感があって、そこがまずその音楽的にすごく美味しいと、美味しいと、いうところですね、うん、あとまあ言われた発信するプレイ、ある種そのカオスみたいなのを演出する手法の一つとして、ね、まあ、定番のスタイルでもありますね。で構造上ですね、アナログディレイの場合はそのリレータイムの限界っていうのが多少やっぱりあって、すごく長くしていってしまうともう音程とか音楽的なところでもちょっと破綻してしまうというところがあったんですけども、この技クラフトシリーズはですね、今聞いていただいたスタンダードモードはいわゆるオリジナルの DM2 を再現したサウンドなんですけども、カスタムモードも搭載しておりまして、ちなみにオリジナルモードでは20から300ミリセックがディレイタイムなんですけども、カスタムモードでは800ミリセックまで伸ばした、アナログディレイとしては非常に長めのディレイタイムを取ることができています。それとサウンド的にも少し温かみはそのまま残していながらもちょっとこうクリアなサウンドになっているというところが特徴になっています、はい、では、ちょっとカスタムにしてみましょうか、ね、カスタムにしてみましょうか、はい、ちょっとどれぐらいのディレイタイムがあるのかちょっと確認しますかね。はい、あ、こちらだ、ちょっとな長めにしましょう、はい、結構長いですよね。結構長いですね、はい、うん、なんでリードプレイとかでやっぱり使う場合って結構本当にちょっと派手めのというかね、うん、長めにディレイタイムをガツンと取って弾きたいとかっていう、ね、それでもアナログの音はこだわりたいみたいな感じにはすごく向いてるのかなというふうに思います。そうですね、ディレイ音がこう減衰していくそのこう感じが、はい、なんかちょっとあのノスタルジーな気分になりますね。なそうですよね、はい、うん、なんかたっぷりこう余韻を持って弾きたい時とかはいいかもしれないですね、うんうん、はい、うん、じゃあ、せっかくなのでこのカスタムモードの、少しディレイタイム長めに取った状態で、デモンストレーションを少し弾いていただければと思います、はい、ちょっと弾いてみましょう、はい。